初めて使うぜ。生地。どんな動きなんやろうな。あ、でも。やば。やばい。ちぎれないかな。塩は。あ、なんか表面についてるよ。うわ、なんかそれすげえな。釣れそうっちゃ釣れそうだけどね。普通に釣れそう。いや、これである必要あるかけやけど、ね。ああ。いや、ほら、そこはもうやっぱ。まあね。西根さんの。飲まずいいんじゃね。上下どうなの。可愛いんじゃね、飲まず。ここギルに食われそう。まあな、ギルに食われそうやな。尻尾みたいなもんやから。うん、それなくてもいいな。でもなくてもいいな。まあなかったらなかったよな、うんうんうん、それとそれってだけやから。いや、ウケるなそれ。使い方がわからん。あ、でも、うん、かなり重い。かなり重い。重い重い重い。 14g いっちゃったけどね。あ、そうなの。結構重てぇ。重て重て。いいやん。いいじゃない。次は何度かな？だな。え、何度やと思う？8度。7度。7度です。マジで？やべえな。1月上旬で12度ぐらいあったからな。いや、無理だわ。釣れんわ。ナマズどんな動きする？あ、生地やな。動かん。これ動かんぐらいがいいんかもしれないな。あ、なるほどね。逆にね、うん、動かすならもっと形あるはずやけん ね、 そうね。カバースキャットと一緒や。動かさない、うん、カバースキャットのちょっとピロピロ系。ピロピロ系、ね、そのなんかテールがね。テールがね、ヒゲ、うん、もね、ヒゲがね。大きいぶんなげ、大きいもな、当てもないよな。そう、なんもねえけん。もうバイブレーション巻くぐらいしか。あとチンポ使ってるんやけど、結構。あー、なんのかと。あ、カバースキャットな。わからんがな。俺の中でチンポや。俺の中でシミケンやけん。3.5 はシミケンやけん。3.5 はシミ、いや、4は。4はちょっと名称が何でしょうかな。そんな詳しくねえし俺。チョコボールぐらいしか知らんけ。あと、いや、チョコボール加藤隆だ。その世代やから俺。うもうバスプロで言ったらあれよ、リッククランみたいな。い、ね、怒られるからこれ。いや、例え話やけど。例え話やけど。やべ、眠くなってきた。この釣りスーツ眠いわ。あ、まあ、そうやな。巻きてカンパ来る前やったらありやったかもな。そうね、明日があったかいんやけどな。あ、そうなん。明日は最高気温16度。暑っ。そうなんや。 そして雨。え、マジで、うん、マジか。え、昼降る。いや、どうなんや、曇りのうち雨って。あー、多分あったかい雨と思うよな。まあね、うん、どうなんでしょうかね。まあ、土砂降りじゃなかったらいいよ。もうマグロでもいいかっつって。もう本当な、俺は釣り切らんげん。何でもいい。何でもよくはねえけど。下道でもいいやん。マジで船でもいいよ。観光でしょ。観光したことねえよ。あ、俺もねえよ。釣れるのかな。釣ってるもん、なんかみんなパン濃いやわ。あー、旗さんとかな、うん、分からん。まあ浮いてるもんに反応するんやろ。あー、なるほどね。うん、確かに浮かしたら食うんじゃあいつら。はいはいはい。うん、まあ、雑食やけんね。こういうの食うんじゃない。鯉はなかなかルアーじゃ難しいからな、うんうん、あいつなかなか食わんね。濁いはめちゃくちゃ簡単。あ、そうなん。そう濁い何でん食う。濁いの方がなんか俺キモいんやん。あ、キモい。キモいけど、よう食うあいつ。だからルアーで釣んの一番簡単なのは多分濁い。あ、濁い、ね、濁い、バス、濃い、船の順。あ、俺の中で濃い船、うん、船がやっぱ難しい。船なんかルアー釣ったことねえよ。あのパワーフィネスの一匹が初めてや。濃いはたまに反応するけど、船はマジで反応せんもんな。船な、うん、あいつらは結構引いた。全然。あ、でも一瞬やったね。一瞬ペッウィッてパワーフィネスパワーを使ってしまった。そうだね、圧倒的な強さで、うん、瞬殺やったな。瞬殺でしたよ。あれ黒くなかった。
あ、どうなん、色ってどう。シャローに俺やってやったことあるそれバスしか成り立たんだよね知らんけど分からんけど、いやなんか黒々しかったけど、いや分かんない普段の色なんか知らんしそんな銀ブナとかじゃねえの、知らんけど。あ、え、銀ブナ、なんか銀ブナ、金ブナとかいいやん。種類違うんかな、いや分からんそんな詳しくねえよまあ、船やしな、うん、もう、ま、マブナとヘラの違いも分かってねえしな俺。そうだね、何がちゃうんち何なんか漏れなく異常なしやな異常なしやな、早く引っ掛けてよ、うん、いいね、引っ掛かったらそこに魚おるんやな、分かるけ。いやほんとこんまいって言ってな、すごいよ、もう。あ、行く、何言ってんやつやん、うん、波紋がポンッといいや、行こうぜ。すごかった。16アンターズ持っちゃったやんだっけ。16は持ってる、うん、あれ軽いルアーどうなん、ね、全然 TN60 とかやったら余裕で投げる。ああ、60ってどんぐらいかな重さ。 10?4 ぐらいあるよな、234ぐらいだね、うん、あ、まあでもそれぐらいなら十分か、うん、で TN しな、飛ぶやん、飛ぶやんあれ、なあとイボーク20とか。あ、20とか余裕、あ、余裕ない、余裕の四つ切りバサミ何それよく分からんなリフターのホールしだしたちょっとね、あ、ちょっと胃もった、うん、攻めを変えてみようかな、水中を一回ちょっとざわつかせようかな、うん、ざわつく生き物おんの、おるおる、多分おる、本当に、うん、あそこでやった方がいいんだね、その引っかかるところ。引っかかるとこ行ってみる、いいよ別に、どっちも。お、マジで引っかかるとこ行くじゃん、ちょっと遠いけど。まだ水あんの、トモトモなかったらどうしよう、抜いてはなかったと思う。あ、そうなんや、うん、抜き切った段階やったん、多分ね。ああ、これ以上は抜けねえだろうって思うぐらい。 あそうなんや、本当に多分歩けば余裕で横断できますよみたいなえ、ここで行ったらどれぐらいの範囲ねえな。いやもう、あれフルカットするやんうん、フルキャストしたら余裕でもう池横断しちゃうみたいなバーンって投げるやん。ああ、だからこれ、こんな円筒いらん、マジで、マジでマジでいらん。だともうガーって前に、横幅は、横幅はどんぐらいやろな、横幅が50m ぐらい、50もないぐらいかな。 50m、 じゃあこっから対岸ぐらい、いやもうこの円筒ぐらいマジで、うん、でちょっとこう丸くなる、つまり水たまりってことやな、まあ、でも50がおるっていう、お、衝撃やったわ。多分でけえ鯉も、鯉でいいね、ボンがボンっ魚釣ろうぜ。 でっけえ鱗はついてきたんやけどな、つか引っ掛けて合わせたんやけど、あ、外れるわ、鱗は、まあ鱗やけんな、勝ちゴリ、やっぱ外れるもんな鱗は。それで外れんのがバスやろな。そうなんか、うん、鱗でかかった、こんな鱗やったそれバスじゃねえな、マンモスみたいな。いやでもね、あの時ほんと釣れてなかったから、ああ魚触りて、いや、まあな、うん、とにかく魚を触ろう、背に腹は変えられた、背に腹は変えられた。え、今もやん、今も今もやんか、行っちゃいますか、行っちゃいますか、うん、結構急じゃんけ、年取ってさ、うん、雨に立つのしんどくなわかるわ、うん、お、当たった、なんか当たった、え、食ったんじゃないのあれ当たったぞ。いやでも歯型とかついてねえから、ラインに魚が当たった感じかもしれない。見え、なに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 、何が、鳥、あ、泳いだってこと、波紋が立ったってこと、マジで全然見てねえわ、この辺、あ、
いや恋やったらダメやけどな。恋やったらダメや。ああ。お、マジで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 。食った？それちょっと引っかかった？バス？でかいん。抜けた。おい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 。え、じゃあ鱗ついちゃうかな。鱗やったら熱いちょうは。熱いちょう。どこで引っかかった。来い来い、バスバスじゃねえ。その向こう。いや違うっぽくね、わからん。恋っぽくね。ああ分からん。鱗だけじゃわからんね。鱗だけじゃわからんわ。でかかった。でかかったな、まあ、スレヤキ。あでもでかかったよ。なんか逃げた魚影が見えたけど。引っかかったね。ああ。なんか引っかかっただけやけど。ああってなるな。俺に。TN よりも、うん、こっちの方が引っかける。なんそれ。ブースト。ああ。うん。なんか泳ぎ姿勢とか。あるんやろう。うん引っ掛けやすい。なるほどな。お、やったやったぜ。お、ちぎる？お、すげえ。釣れた一匹。ちぎるやん。やったな。やった。やったな。坊主回避や。坊主回避。避けるな。え、これに刺さらんで、それに刺さる。いつの間に刺さったんやお前。ちぎまれ、ちきしょうでいいの。あれ一匹にカウントされるの？魚や。まあな、うん、お、マジで？慎重にいかんと。あ、ほんとや。あ、バスっぽくない？バスっぽくない？黒かったよ。あ、見えんかった。あ、いや、バスじゃねえか。バスじゃねえ。ん？でかっ。すげえでけえ。プリスポーンやんけ。ヘラかな？ヘラっぽいね。すげえ、すげえなぁ。すまんの、すまんの。すまんの。ごめん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 。うわ、でかこれ、うん、で減らし的には嬉しい方やねんの。おお、やべえ、ぬるぬる。面倒は出た。ちょっと掴めん。フットボール耐えすぎた。しょべーしゃーれーっくっくるでこれでいいのか。いやーやれ、うわケツの穴に刺さってるな、これは。これはちょっと早く取ってあげよう。いやもうね、キーキャスターとかこのことですよ、ほんとに。ちょ、一回上行くわ。いや、行く。魚や。ね、寝がかったかと思ったけど。あ、ね、でかいわ。
やばい、バスかもしれんよ。バスかこれ。バスやったらちょっと自己記録やな。バスのすれかもしれんよ。おお、丸かったな。丸かったな。おお。引っかかったな、お前。こいつもブリスバックでか。でかいな。うわ。あ、ここにね。あ、ヒレ。ヒレだ。すげえギリギリやね。ほら外れんわ。いやでもこれ結構切れそうやけどね。切れそう。うぃプリスポーンですな。うぃー、でかい。でかいぞこれは。何センチぐらい？40ぐらいあるわ。40ぐらいあるんじゃね。すげえ。指8本分ぐらいの太さがある。遠くてえな。すげえとこにかかってる。ヒレ。ほら、ほちょっと引っ張った。すげえ、ようちぎれんかったな。やりましたね。やりましたね。しょ2匹ですね。すげえよ、だって俺2回目でやっと1回目で仕留めとるけど。いや、仕留めとるけど何言ってるかよくわかんないけど。いや引っかかるな、ヘラが。ヘラが引っかかるんやな。バスはバスはな、バスはあれやわ、多分今活動停止。大丈夫か、今年ヘラしか出てないけど。しか出てねえな。あとあのちっちゃいちぎるな。ああちぎるな、うん。ファーストフィッシュはあのちぎるですか。いやいやいや、ふなふな。ここのね。ああここのね、うん、そうだね。まだやる。バスするか。バスする。オッケー。